日は北斗が如くをやってみよう。今回は原口さんがゲームに挑戦。お見逃しなく。さあ今回のゲスト早速紹介したいと思います。ジャッキーちゃんです。おめでとうございます。ジャッキー、今週のゲストはジャッキーちゃん。ジャッキーチェンのそっくりすぎるモノマネが話題になり、現在ブレイク中の芸人さんです。日本の皆さんこんばんは。僕はジャッキーちゃんです。すごい、え、ほんまに、ちょっと一ネタ、ごめんなさい、ワンシーンお願いします。ワンシーンお願いします。今日は拳が痛いジャッキーちゃん、レディーアクション。じゃあワン、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、はいよー、オッケー。すごい、もうこれでもうあと2つぐらいやっていただければ仕事終わりですけど。本当に、本当に、はい、もう2つぐらい、もう2つ、できる。股間を痛がるジャッキーチェン、レディーアクション。じゃあバッグッじゃあドッ、あいやー。さあそれでは早速テーマに移りたいと思います。みひろさんよろしくお願いします。はい、今回は秋政くんと北斗が如くをやってみたい。おお、なんだそれは、なんだそれは。え、何これ、やってみたいシリーズ、何それ。そうなんです、これ新企画でございます。はい、秋政くんとやってみたいということなんですが、こちらは原口さんがやったことがないであろうさまざまなことに挑戦していただきます。なるほど、そんな企画が生まれたんですね。はい、おいおい、記念すべき第1回目は最近発売された話題の新ゲーム北斗が如くに挑戦していただきます。北斗が如く、これはもう今話題のゲームなんですよ。北斗神拳に不可能はない、お前の好きにはさせ。人気漫画北斗の拳が龍が如くの開発チームによって初の本格アクションアドベンチャーゲームとして登場。荒廃した世紀末を舞台に主人公のケンシロウとなって荒野や街を探索し爽快バトルが楽しめます。プレイステーション4専用ソフト北斗が如くは現在絶賛発売中です。俺は世界を滅ぼす気はない、そしてユリアを失う気もない。全世界でシリーズ累計950万本も売り上げている男性に根強い人気のある大ヒットゲームなんですが、はい、今回は龍が如くの開発チームの最新作が発売されたということで、みんなでやってみたいと思います。なるほど、みんなでやってみる。先生どうですか、ゲームなんかやりますか。愛ある言葉で迷いを断ち切る電話占いマヒナの魂の先導者リサ先生が番組のご意見番を務めます。ああ本当はやりたいんですけど、やる時間がないんですよ。そうなんですよね、なんならもうこう鳴ってきた電話を素早く取るというゲームですもんね。そうです、ゲームお仕事ですか。それはお仕事ですけど。そうです、ね、はい、興味ある。興味ありますね、やっぱり、すごくストレス発散になる。あ、思いますね。嬉しい。これゲームをすることで運気アップみたいなこともあるんですか。ありますよ、あります、あります。あるんですね、やっぱり自分が楽しいって思うことって絶対大切なので、ゲームでもありますよね、楽しいって。こういや、わかる、わかるんですよ、ね。ジャッキーちゃんどうなる、ジャッキーやるのゲーム。あー、ゲーム、あー、スッパルタン X。 あはははははははキャラを守るな。実はですね、原口さん、この龍が如くのゲームに出たことがあるんですよ。あ、僕あります。龍が如く維新というね、新選組の時代のお話にキャラクターを当てはめていったんですけど、その中の僕は町人原口という役でサブストーリー、サブストーリーで、あるキャラクターの方のモノ、まだやってない方もおられるとね、あれですから、ある方のモノマネをしながらキャラクターと、そう、出てくる登場人物、龍が如くに出てくる登場人物のマネをして、僕は桐生を助ける
役だった。ちゃんとこう顔取りましたから。すごい技術あるんだ。はい、本当は本編出たかったんですけどね。まあまあいいんですけど、いいんですけど、みひろさんも出てますよ、だって声。そうなんです、声出演、はい、第1作目。はい、1作目ね。そうなんです、声の出演してるんです。はい、マリという。え、マリ、リサじゃなかったっけ。マリじゃなかった。マリ、なんかそんな名前。はい、二文字の女の子です。設定が、二文字の女の子で、設定が、あのぼったくりバーに勤める巨乳ちゃん。ぼったくりバー、巨乳なの。巨乳でもなんでもないよ。いやいや、いいじゃん、頑張ればできるんです。あ、そうなの。私のインスタ見てください、すごいから。谷間が頑張ってますよね、谷間作り。そうだよ、頑張ってんのね。はい、まあまあ、ゆかりがあるということです、我々は。そうですね、はい、そんな龍が如くが大好きな原口さんとジャッキーちゃんさんに、はい、新しいストーリーに挑戦していただきます。うん、嬉しいな。はい、さあ、はい、それではね、はい、原口さんから、はい、北斗が如くにチャレンジしていただきましょう。いいんですか、やって。はい、じゃあプレッシャー。完全にお前らを無視してやるよ、今日は。すげえ、こんなリアルなんだ。わすごい。わあ、すごい。何今の技。え、めっちゃ強い。あ、下だ。これ飛行ついた、飛行ついた。え、今、そこが。押し忘れた。え？ごめん、今必殺技。わあ、かっけえ。シーン。かっこいい。痛い痛い。痛い。シーン。シーン。え、なんかすごいストーリーが。探したぞ。めっちゃかっこいい。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。キリュウの声だ。はい、すげえ。かっこいい。ユリアだと？忘れたのか、ケンシロウ。あの日のこと。なんか映画見てるみたい。ね、本当に。お前の婚約者は、すごいやろ。俺のものになったんだよ。婚約者なの？取り合い？ユリアを、そう、ユリアっていう。そうなんですね。知らねえの、原作。知らないんですよ。ああ、忘れたとは言わせない。じゃあでもハマると思うよ。お前が俺に無様に切り刻まれ、普通のゲームじゃない。血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの人。普通に見れんだよ。俺は貴様に会うため、かっけえ、地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来た。いやでもこれドキドキしてきて、やべ、強そう。なんかしてきて強そう、絶対強そう。勝ってくださいね。まだね、ストーリー的には最初の話でできなかった。はい、うん、ここから始まるんだよ。シーって出るよ、敵。出ないか。少しはやるようになったようだな。だが、俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。怖い。頑張れ、ケンシロウ。ケンシロウいいね、かっこいい。めっちゃかっこいい。ね、さあ始まるぞ、戦いが。やばい。すごい。ちょっとね、最後の丸をミスっちゃう。怖い。めっちゃ弱った。あ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。最後丸か。いけいけいけ。当たったぞ今。倒した。倒した。倒した。100列剣で倒したかったけどな。え？こっからまたね、来るんだよ。そう。名シーン。名シーン。うわ、これいいな。これで倒せるのいいね。
なんかさ、必殺技で倒したかった時にさ、倒せなかった。あ、これいいわ。ちゃんと筋書き通りに。倒した倒した。ちゃんと筋書き通りに倒してるね。すごい。レベルアップ。すごい。これ嬉しいな。ちょっと静かにして。いいですよ。こっからのストーリー。第60回マヨバガールズバトル開幕。今月参戦するのはこちらの8名。鬼塚真希、上村風子、新宮里奈、舞園ひな、朝岡光、小島ルナ、岡崎美希、伊藤真理。さあ、今月も始まった現役アイドルのリアルサバイバル、勝利を手にするのは一体誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシュマロホームページをチェック。ズバリ診断、毎週占い、うちのガールズがすいません。すいません。ガールズたちがですね、リサ先生にお悩みを相談していきます。リサ先生、辛口のアドバイスをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、先生に相談したいでしょ。はい。しょうもない悩みばっかりな、これ。確かに、漢字が読めないって。やだ、どうしますみひろさん、あの漢字が読めない。バカチン。バカチン。お、やっぱちょっと医師に興味のし、ちょっとね、気になる、めっちゃ気になる。こじるな、行こう、こじるな。お願いします、うん、はい、鑑定開始。学生の頃はすごく時間がなかったんですよ、うん、勉強と部活とって忙しくて、うん、その時の方が恋愛したいしたいって思ってたんですけ ど、 なるほど、はい、卒業して時間ができた途端に興味がなくなってしまって、うんうん、本当に興味がないんですよ、全く、うん、で結婚できない気がすると思って、子供欲しいので、うん、どう、なんか大丈夫かな、この先って。まずオーラから見てて、はい、結婚っていうのはできます。はい、男性を今異性に興味がなしっていうふうには書いてあるけれども、間違いなく興味がありっていうに変わる。でも、はい、今は何かというと、なんで興味なしかというと、男性を上から見ていて、全員それこそバカだと思っていますね。だけどそれは今まだ若いからそこでいいと思うけれども、まあ、年を重ねていくごとにいろんな壁にぶち当たって、その異性に興味なしというところから、異性に興味があるというか、自分が折れなきゃいけないとか、考えが間違っていたとか、そういうことになり、バカという言葉ではなくて、逆に尊敬できるとか、自分がここが足りないからそういうふうに人を見ていたんだとか、そういうところに必ず来る時が来ますので、なので今はそれこそバカとして見ててもいいんじゃないかなと思います。あ、このままでいいんですね。このままで今はいいと思う。あ、だいぶそのうち異性に興味ありありになるんだって。はい、だからアイナとブーいけばいいんだよ。アイナと仲良くなってブー。アイナちゃんは愛に溢れてる子なので、アイナちゃんと一緒にいるとすごく学べると、心が育ちますね。すごい学べるか、すごいビッチになるか、どっちかな。今の気持ちをとりあえずは私の言ったことを頭に入れながら過ごしていただけたらなと思います。はい、男性はおバカではありません。はい、はい、ありがとうございます。リサ先生、いろんな意味でありがとうございます。ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。はい、さあ、和食でいい女第6回が始まりました。今回はどんな料理を教えていただけるんですか。はい、もうそろそろね、女プリマ上がってきたんで、はい、天ぷら行きますか。出たー。揚げ物作りで、今回はそのカラッと揚がる簡単な方法、ちょっとまあ、一手間じゃないです、あるもの入れるとパリッと揚がるっていうのをね、試して。あるもの、
あとは海苔、椎茸。あ、それは取るんですね。そう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 。はい。水で溶く前に。え？それコーラ？コーラ。コーラ。炭酸がね、いい感じにこのなんだろうパリッと感を演出してる。まあまあ入れますね。プリプリにね、あのエビが上がると温度プリマ上がりますから。何今の鑑定？水は大体どのぐらい？水はなんかコップで言うと3分の1ぐらい。なるほど。3分の1ぐらい。であまり緩くなっちゃったらまた粉足せばいいから。まあそこら辺はねもうあの適当にあのやってください。そう。おい音。おいしい音。ちょっとねあのきつね色っていうんだけどもまああんまり触らないでちょっと泳がしてみる。中に味噌が入ってて水分だから、それの場合ちょっと怖いんで、ちょっと揚げたら離れる。はい。じゃあどうぞ天ぷら出来上がり。出来上がったー。あ、サクっていった。サクサク。いい音。え、おいしい。美味しいでしょこれ。牡蠣も入ってこれで500円？めっちゃ安い。ジャッキーちゃんの今日のゲストはダリンズ、MC のジャッキーちゃんです。よろしくお願いします。そしてゲストはダリンズさんです。どうも先週に引き続きましてありがとうございます。はい、やってくれてる。OK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 O
3枚のカードから1枚を選択。そのカードに書かれた内容にダーリンズが挑戦。今回は水剣白羽鳥。水剣白羽鳥、真剣白羽鳥じゃなくて、そう、水剣をしながら、刀に見立てたピコピコハンマーを白羽鳥してもらいます。なるほど、そう、水剣しながらとても、なるほど、はい、こういうことですね。そう、オーケー、オーケーです。レディーアクション、やっ、ひげ、じゃじゃ、オーケー、オーケー、やっ、あ、むずい、これはむずい、本当むずいって。そんな早く行く、行く、むちゃくちゃゆっくり、ゆっくりやった今、本当に。オーケー、レディーゴー、ダウ、はい、じゃあ、ふっ、じゃあ、ダウ、おお、あ、取れた、あ、ちょっと待って、取れてどうすんだよ、取れてどうすんだよ、これ取れるパターンあるの。いやいや、ちょっと待って、今のお前のツッコミできへんかった。いくよ、レディーゴー、ゴー、ダウ、はい、じゃあ、ふっ、ダウ、あ、水系の部分はすごい、じゃあ、ふっ、あ、痛いね。絵の部分で言ってりました。ここ、あ、いや、あ、日本のバラエティ難しいですね。難しいね。ということで、はい、今日のゲストはダニズでした。どうもありがとうございます。あ、楽しかった。目指せマヨバガールズ、マヨトラ研究生大募集。真夜中のおバカ騒ぎのスピンオフ番組、マヨバカ虎の穴ではマヨバガールズ研究生を募集しております。成績優秀者は私たちと共演できます。未来のマヨバガールズはテレビの前のあなたで、いや、あなた、いや、あなたです。詳しくは番組ホームページを検索。さあ、じゃあコントローラーをジャッキーに渡しました。はい、どうぞ。スパータ X しかしたことないんだっけ。ああ、初めてもだ。大きいでしょ、リモコンは。これ見て、しかもケンシロウが街の中を歩いて、今からバーに入ろうとしてるよ。すごい、行ったりするじゃん。ここ、うん、じゃあ、帰るって出てる。踊ってる、丸、バーの前の。オッケー。踊っちゃった。歩いて。
下の矢印。すごいね。すごい。カーナビがある。そうそう。すげえ。こっち？おお、そっち。あ、人がいる、ほら、あそこ話しかけて。この人？おお、その人に。すごい、あの人が話しかけてくれてる。いや。今日はどんなご用事かな？働く。働く。働けんだ。よろしくお願いします。ちょっと。これカクテル、あ、なるほど、カクテルを作るお客様を選択するんだって。ああ、そうなの。髪の長い女。はい。やっぱり女の子ね。それを丸。レディゴー。はい。何よあの子、恋人くらいで。あたしとの電話どうなるの？ちょっと今は沈んでたね。違う、違う、違う。そうね、甘いお酒をもらえるかしら。甘いのが一番好きなの。やだすごい。すごいじゃん。あ、なるほど。これマックスまでするんだよ。なるほど。え、すごい。美味しいじゃない。オッケー。私カクテルが大好きなの。いろんなお店飲み歩いたのよ。友達と今日は一人だけど。やだ。話し相手になってくれてありがとう。今日はもう帰るわ。また来るわね、なんて。はい。あ、すげえ。すごい。ああ、レギュラーさんみたいね。レギュラーさん、レギュラーさんとかドゥービー、ドゥービー、ドゥーバーね。ああ、ねえ、いやどうだった、ジャッキーやって。ああ、面白い。ああ、僕でもできた。ねえ、うん、簡単。だってさ、スパルト X はさ、こうしか使ってなかったでしょ、コントとか。はい、これね、これでできんだよ。はい、どうしたどうした、高性能、高性能だから、これ何にでもなるからね。すごい。さあ、それではリサ先生にね、体験していただきたいと思いますよ。あのね、龍が如くではあの神室町という町をね、桐生が歩いてあのバッティングセンターへ行くんですよ。バッティング入れるんですよ。で、バッティングのゲームができるんですけど、あのこの北斗が如くはあの荒野に出れるんですね。北斗の拳の世界で車で、それでバッティングセンターみたいなとこ入れるんですよ。同じようなゲーム、あれバッティングセンターでボールを打つでしょ、来たやつを打つんですけど、この北斗が如くの場合はザコが飛んできて、ザコがバイク乗って飛んできて、それをもう長い鉄の柱でガーンってケンシロウを打つという、ザコを打っていただきますんで、いいですね、先生。もうすぐ始まりますから、それだそれ、丸ボタンでタイミングよく。大丈夫ですか？ほら、打った、ほら、ほら、ほら、押したら振り返る。はいはい、北斗が如くみんなやりたくなった？やりたい！
よし、お前らにはまだ早い。一回北斗の拳見ろ。それからやれ。でも楽しそうでした、なんかグラフィックも綺麗だし、うんうん、全然知らない原作知らない私でもすっごいなんか面白いなと思って、うんうんうん、ストーリーとかもすごい入り込める。入り込める。やってなくても楽しかった。楽しい。見てるだけですごい。映画みたいだから。うん、通販感すごい。すげえ喋る。今回はですね、ホトクがごっあの数秒前にホトクって言うてましたよ。ホトクホトクは知ってますけど、ホトクは知ってますけど、ホトクは知らないですよ。ごめんなさい。ホクトですね。はい、今回はホクトがごとくのゲームに挑戦してもらいましたが、はいはい、実際にやってみていかがですか？いや、これはね、やはりもうプロフェッショナルチーム同士がですね、やっぱこうコラボしてあってですね、こうなんて言うんでしょうか、早くやりたい。あ3月。そうですね。リサ先生、はい、ねえ、うん、初めてやりましたよ。うん、この初めてで本当に私これ購入します。ね、はい、もうだから初めてでボタンを初めてボタンを押してホームラン打っちゃったから。ね、夜空ヒット打っちゃったから。なんか気分いいですよ私今日。ね、嬉しい。ね、はい、ジャッキーちゃんどうでした？ああ、本当に楽しかった。うん、ああ、これはプレイステーション4？はい。ああ、龍が如く。ああ、僕も買ってやります。北斗が如く。ああ、打てた。北斗が如く。打てたね。打てたね。ああ、北斗が如く。ああ、ぜひやります。分かったでしょ？ジャッキーがなぜ今日ゲストで呼ばれたか。ああ、分かった。うん。ああ、そう、ぴったしだった。はい、そんなジャッキーちゃんからお知らせがあります。僕も出演してます。映画ウルトラマンジード、うん、映画館でやってます。ぜひ見てくださいね。はい、ウルトラマンジード出てるの？出てる。すごいじゃん。忙しいね今。はい、そうね。検討しないんだ。よかった、はい、またよかったら来てくださいぜひ。はい、今週のゲストはジャッキーちゃんでした。ありがとうございました。バイバイジャッキー。バイバイ、はい、Thank you. Thank you. 再見。マヨバカ虎の穴で選ばれた優秀研究生を紹介する原口の穴。何今日は？はい、今日は東大女子ということで、ちょっと簡単に、まあ、クイズを持ってきたので答えてください。はい、これを番号を見てここに入る言葉を考えてください。2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 来週も来週も見てね。はい、来週も見てね。正解です。正解。もうこのクイズ嬉しい。